シンガーソングライターとして活動をしていまして、この日のために小川さんが一曲なんか曲を作ってくれへんかということで、お越しいただいた皆さんに感謝の思いを込めて、自分じゃちょっと恥ずかしいからということで、私がそんな小田さんの思いをですね、歌にちょっとしてきました。その頃に会社に入ったなとか社長と喧嘩したなとか、そういう小田さんの思いを曲にしましたので、最後に聞いてください。本当に今日はありがとうございました。今日この場所にお集まりいただきまして、心からありがとうございます。ご感想はいかがでございましょうか。最高です。ありがとうございます。